はい。じゃあ今夜も収録よろしくお願いします。ちょっと僕もツイキャス立ち上げて、はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。お願いします。音出てる、音出てるあ、これかハウリングする。危ない危ない。じゃあ行きまーす。はい、サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキさんのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいっていうことで、陸海空さんは速攻行ってるけど、もうちょっとしてから言おうかな。なんかもう今日バッタバタで、はい、朝からもうやばいぐらい忙しかったんですよ。はい、収録終わりもまたちょっと沖縄市に用事があるので、はい、ちょっと厄介なんですけどね。まあ、深呼吸してちょっと落ち着いて。落ち着いて。頑張ってくださいね。そうですね。先に番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、どうしようかな。先に曲に行こうかちょっと迷うんですが、はい、先に、今日、収録上では3月25日なんですけど、はい、今日、介護福祉士の国家試験の合格発表がありまして、2時に。はい、なんと、まあ、陸海空さん知ってるんだけど、なんと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 、合格しました。イエーイ、そう、私もびっくり仰天でまさかのみたいなね。いやー、めでたいです。めでたいめでたい。まさか本当に受かると思わなくて、はい、自己採点で70点ぐらいだったんですよ。はい、で、もうこれ落ちたと思って、もう合格発表もいいや、通知来たらわかるでしょうと思ったんですけど、友達からちょっと電話が来て、私落ちたけどサッチーどんなみたいな、はい、私見てないしみたいなことになってたんだってそう、そう、なみたいな。友達もなんか同じぐらいの点数だったんで、はい、まあ一緒に受かるか一緒に落ちるかどっちかでしょうと思ったんですけど、はい、なんと私だけ受かってたという複雑な気持ちでございます複雑な気では、今週の一曲に行きたいと思います。はい、お願いいたします。あやかで虹色です。どうぞ。そう、本当に複雑。まあ、こればかりは。なんともねー。はい。まあ、努力の結果です。まあ。やっとこ4回目の正直で。試験か、大学以来受けてないからな。でも社会人になって試験受けるのってマジ大変ですよ。いやですよね。うん。すごいな。やっとこさ。DJ 検定受けようかな。え、そんなのあるの？あるんですよ一応。あるんだ。DJ 検定持っとけば一応講師やるときの箔になるので。へえ。
そうなんだ。はあ、今日ほどハタハタした日はない。もうなんか、看護師とかの、この結果発表が早かったんで、なんか誰々受かってるよって言ってたけど、はぁ、みたいな。介護福祉士25日だよ、みたいな感じで。そう。なんかもう、私はもう25日が来てほしくなかった、本当は。結果を見るまでは。びっくりした。前、1点、2点で落ちたことが結構あったんで、あ、今年もそのぐらいで落ちるんだろうなーみたいな、だったんだけど、多分ギリギリかな、受かってるの。まあ、まあ、ギリギリでも受かったは受かったで、いいので。でも、登録しないと、介護福祉士って名乗れないので、そうなんですよ。またお金がかかるな。またお金がかかるな、これ。だいぶ、あれかな。だいぶ、なんか、だんだん難しくはなってきてはいるみたいだけど。よいしょ。あと1分ですね。はい。で、先週来てる DM があるので、それから先に紹介しましょうね。はい、お願いします。毒物取扱いとかですかね。ですかね。はい、じゃあ間もなく。はい。お聞きいただいたのは、あやかで虹色でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、引っ越しです。というのも、来月私が与那原から中部の方にお引っ越しをするということで、はい、今回はこのテーマにいたしました。で、先週、あなたのストレス発散法っていうテーマでやったんですけど、その時にちょっと紹介できなかった DM が来てましたので、紹介したいと思います。はい、お願いします。ラジオネームマサットさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンのストレス発散方法は、一人カラオケ、仕事の休みの日に散歩すること、図書館で読書ですと来ております。人からいいですよね。いいですよね、うん。テーマに入る前に、はい、キャスがちょっと賑わってきてますので、先にキャスの方から行きたいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。こんばんさっちー。リクカイクーさん、ちむどんどんしてるさっちー、こんばんみー。なんだそりゃ。そう、私、結果が出るまでちむどんどんしましたよ。まあ、こういうのドキドキしますからね。そう。もう、手汗も脇汗も止まらなかったというね。ヤンポーさんも来ております。ヤッホーさっちー、キャンチー、こんばんちー。こんばんちー。沖縄大好きさん、あ、今日だったんだ、発表。そうなんですよ、今日だったんですね。沖縄大好きさんとヤンポーさんからおめでとう来てますね。ありがとうございます。旦那の陸海空さん、引っ越しはあんまり経験がない。前に引っ越した家から、仕事道具だけ持って飛び出したよ、わら。離婚後、わら。離婚後かーい。
ヤンポーさん、僕も、毒劇くらいかな。そのぐらい。でも、意外と、この合格率が 82% ぐらいいってたので、はい、そう、びっくりではあるんですけど、でも、合格点は低かった。うん。うん、難しかったもんだって。しょうがないっちゃしょうがないのよ。埼玉の郷さんも来ております。こんばんさっちー。こんばんさっちー。DM が来てますので、DM から先に紹介したいと思います。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ引っ越し。サッチーキャンチーこんばんちー。こんばんちー。してよ、引っ越しね。マイオアシス等のいろんな番組でもメールしたことがあるんだけど、10年ぐらい前の大型台風で唯一引っ越ししたよ。そんなの ありましたね、大型台風。ね、はい。しかし引っ越した場所が50メートル先です。地下。集落が、開花したために、自宅が波に飲まれてから、リフォーム中だけの、引っ越しでした。車の収録で十数台波に流されました。いえなぁ。本当に恐ろしい台風でした。引っ越しと言ってもほとんど荷物はありませんでした。ほとんど、全滅状態だったので、これが俺の引っ越しエピソードですと来ております。大変だったんですね。いや、50メートル先でも引っ越しは引っ越しよ。そうです、そうです。そうそう。メールが来てますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、引っ越し。引っ越しエピソード。僕は過去に那覇市内に3回、3回も？そして、現在は南城市に引っ越し。南城市に住んでもう4年。引っ越しの時は荷物を運び出すのが大変でした。なので、運送会社を呼んで運んでもらいました。と来てます。うん、私、沖縄市内で3回ぐらい引っ越したかな。おー。結構皆さんやっぱ引っ越し経験あるんですね。ありますね。いやいや、でも那覇市内で3回って結構な。うん、あれだね。まあ、業者使う引っ越しって大変そうですね。でも結構、市内とかだったら安く済んだりするんですよ。見積もってもらったりとかして。まあ、距離があまりないと。そうそうそう。そんな感じ。キャンさんはちなみにお引越しエピソードありますか？引越しエピソードあります。でも人生で3回しかなくて。はいはいはい。でも家族で引越したら1回だけなんですよ。お今住んでる家に幼少期、前の家から引っ越して。はいはい。っていうのを前の家が、区画整理の、道路で、建設で立ち退きだったんですよ。うんうん、ああ、そういう系か。はい。で、それで、新しい家に引っ越したんですけど。はいはいはい。まあ、それのエピソードって言えば、まあ、まあ、U ターンにですね。ああ、U ターン。今日引っ越した方がいいよ。ええー、また急だな。はい。それで、急遽、家に入るっていう経験があった。やばい。急遽だよ、急遽。まあ、一応覚えてるんですけど、引っ越したのに、確かにあっちこっちまだ直してました。あー、でしょうね。あー、なんか大変だな、みんなって思いながら行きましたね。てか、その日に引っ越してて、やばくない？で、あと2階は、もちろん大学で一人暮らしなんですけど、うんうんうん、まあ、明王大学通ってたんで、何人一人暮らししてたんですよ。はい、はい。はい、そしたら行くときは、まあ、ほぼほぼ持っていくものがあまりなくて、うんうん、向こうで揃えて、なんかこう、生活する準備をしてたんですけど、はいはいはい。帰るときですね。あー、荷物がいっぱい。はい、いろいろ持って帰らないといけない。処分しないといけない。で、いろいろ処分したり、この、まあ、荷物をいろいろとまとめて、まあ、親に来てもらって。あー。まあ、言うても一人暮らしなので、そんなに、引っ越し業者呼ぶほどの量はないので、はいはいはい。親の車に乗せて、うんうん。で、帰れるんですけど、はい。ただ、一個だけ車に乗せれないものがありました。何でしょうか？僕の生活の足であった自転車が。ああ。
なるほど。ということで、親にバーって言って、じゃあお願いねって言って、あと僕は名護から家まで自転車で帰りました。楽しいの、はい、意外とあっさり済んじゃって。3時間、4時間ぐらいでしたね。あららら、やばいな。チャリンコでまた。名護から沖ノ島で、わーって走って、あれこんなに早く着くんだって思った。埼玉の郷さんが、急遽引っ越して、体調不良だったらどうするかって来てますよ。チャリで移動、わらわら。直木屋レベルとも来てます。あらららら、大変だな。私の、引っ越しエピソード、結構ね、沖縄市内も3回引っ越したって言ったんですけど、はい、業者呼んだのが1回で、まあ、大きいもの、まあ、洗濯機やら、冷蔵庫やら、を運んでもらっただけで済んだんですけど、はい、残りはもう、一人暮らしの割には荷物が多くて、はいはい持っていくのも大変だったっていうのがありますね。僕も今引っ越しだったら大変だと思います。ってなります。なるね、絶対。もう一通メールが来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。サッチー、キャンチー、こんばん。サッチー、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。埼玉の郷です。テーマの引っ越しエピソード。引っ越しは3回。経験してますよ。一度目は実家からアパートに入るとき、自分の軽ワゴンに余裕で一人住みできましたよ。おお、まあまあそのぐらいだったらいいですよね。二度目はアパートから実家に戻るとき、家族3人でしたから引っ越し業者にお願いしましたね。自転車も見積もりに入れてもらいましたが、引っ越しの前日の夜から未明の間にママチャリが窃盗に遭い、あら。費用がマイナスになったことが一番の印象に残ってます。笑い。3度目は自分から今の住む新居に引っ越しですかね。その時はミニバンと軽ワゴン2台でワイフと2人で行きましたよ。平日の2日間休んで朝から夕方まで3往復で終わりましたね。一番大変だったのが、ジモティで購入した、食器棚。あら、食器棚はそれ大変だ。ミニバンに、食器棚の本体、下部分を入れ、軽ワゴンに引き出しと、本体上部分を入れていきましたね。今ではいい思い出ですね、と来ております。私、食器棚も今回2つあって、引っ越しするのに。はい、もう、業者に、もうカウントしてくださいって言いました。だって、絶対車に乗らないもん。そうですよね。あと、今回、なんだろうな、私が沖縄市から、この与那原に引っ越しした時に、はい、なんか、アパート自体に物があんまりなかったので、はい、私の物がほとんどなんですよ、今。だから私ののが大体運ばれていくという。だから、旦那が持ってるもの、大型ばっかりだね。もうほとんど細かいのはもう私ののばっかりなので。で、兼用で使ってるんで、なおかつ。はい、なのでもう段ボールにもうどん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 入れまくって。はい、なんとか片付いてはいますが。まあ、準備がしやすいっていうのはいいことかもしれないですね。でも、最近、この、引っ越し準備してるときに、はい、旦那の弟さんのアルバムとかも出てきまして、見たかったんだけど、見るのやめました。旦那の陸海空さんからツイキャスで、うちの仏壇どうするかな。仏壇は、だから業者にお願いします。じゃないと運べません。埼玉の郷さん、なんでよ、笑いって。アルバムですね。アルバム。弟さんのアルバムがなぜか見つかるという。びっくり。で、また、この引っ越しあるあるだと思うんですけど、はい、大切なものが見つからないっていう。あれこれあったはずなんだけど。そう、どこに行ったっていう。あるあるの事件のせいやさ。怖いなぁ。
怖いな、怖いな。そう。だから、旦那の、この、大事な、ちょっと、仕事上使わないといけないものが、今どこにあるかがわからないっていう。だから、箱を全部取り出さないとわからないっていう状態に陥ってます、今。恐ろしいです。でも、引っ越しはもう今回で最後でいいかなって思ってますけどね。いや、さすがに、今回の引っ越し大掛かり。箱に名前書くよ。ああ、何を入れたかっていうやつですね。埼玉の郷さんが。私も一応箱に名前は書いてるんですが、どこに何を入れたか大雑把に入れたもんで、はい、わかんないという。そう。で、なおかつ旦那の陸海空さんの、親と、お兄さんと、お兄さんのお嫁さんも来て、はい、お手伝いしてくれたんですけど、まあ、こんなにあるねってぐらい、まあ、10、箱だけで13、4ぐらいあるぐらい。結構ありますね。結構あるんですよ。私が持ってきた食器とかも全部入ってるので、はい、まあまあまあ、結構な量ですね。今回の引っ越しは。結構記憶できる方なので、うんうん、入れたもの一応忘れないですね。今回のこの引っ越し、旦那の陸海空さんがいないときに大体準備してるので、ほとんど陸海空さん手をつけてないという。ちょっとそれは分からないわ。ちょっとやってよって思うんだけど、いつもいないという仕事で。そう、だから、なんか今回は珍道中になりそうですね、私の引っ越し。ああ、まあでも、ワクワクするんじゃないですか、やっぱり新しい新生活。まあ、ワクワクしますね、確かに。埼玉の郷さん、透明の衣装ケースに入るパターンもあるな、あったな、ああ、衣装ケース、私もあるけど、全部洋服が入ってる。二人分。しかも、冬物。僕も洋服いっぱいあるんで、そろそろ処分するも処分しないとって、親によく怒られてます。だよね、やっぱりね。着てるんだよな。中が見やすいからさ、まあ確かにね、中は見やすいではあるね。言えてる。では、ちょっと早いんですが、はい、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマは、新〇〇です。というのも、4月に入りますので、収録が。はい。新生活。新社会人、新入生、はい、いろいろ新がつくものが出てくるので、新商品、そうですね。新ゴジラ、ゴジラ、新エヴァンゲリオン、全部新が出てくる。そう、なので、今回、来週のテーマ全部新がつけば何でも OK ということで、はい、テーマにいたしました。新生が。なんか違うかも。新玉というのは言うてもありますよね。新玉ねぎ。いいですね。なんかとりあえず芯がつけば何でもいいです。今回の、来週のエピソードは。うちの芯〇〇多いから送りやすい。ああ、いいかも。じゃあ埼玉の郷さん送ってくださいね。あとついでに、はいはい、せっかくなので、はい、こちらでも告知させていただきたいなと思います。あ、いいですよ。まあ、23日土曜日、はい、ジャンチャンネルの新動画アップしましたので。おー、今回リフォームをテーマに。ほうほう。まあ、内観を僕が案内したり。はいはいはい。ちょっと、かっこいいビデオを作ったりとかしてるんですけど。おー。そのかっこいいビデオのパートにいろいろとコメントついてましたので。はいはい。よかったら皆さん、お暇な時にジャンチャンネルご覧になっていただければなと思っております。なるほど。私も見やった。埼玉の誤差が X で YouTube のリンクポストしたよ。ありがとうございます。それにしても今日はバタバタだったな。じゃあ、キャンチャンネルだいぶ久々にアップしたんですけど。はいはい。なかなか、もう16本もやってるんだな。16本、はい、すごいね。結構頑張って作ってるな、俺って少し感心しました。すごいすごい。もうちょっと時間ありそうですかね。はい、あと2分ぐらいあります。私、結局、この引っ越し、全部決めたの私なんですよ。はい。
だから旦那の陸海空さんはただけあのアパートの契約をしに行ったのみ。まあ巻き込まれってやつね。巻き込まれです、完全に陸海空さんは。でもあそうだな、全部巻き込まれだな考えたら。なんせ仕事決めるのも私。はい。で私も結局そこで仕事決まったんで、結局何でもかんでも私が全部決めてしまうっていう。埼玉の郷さん巻き込まれ、わらわら。そう、今回は陸海空さん巻き込まれております。まあ、あと30秒、1分半、1分半。1分ですね。1分か。はい、他に何かあります？エピソード的な。エピソード。短いの。引っ越しのエピソードですね。はい。まあ、その、ユタで、こう、言われて、パーって引っ越したって言ったじゃないですか。はいはい。だから、本当にまだ完成してないって話してたじゃないですか。うんうんうん。玄関の前に、地下に駐車場入るスロープがあるんですけど。いい。そこが完成してなかったので。あ、いや、いや、マジか。絶対にこのコンクリの上歩くなよっていう期間になりました。怖い。ふくふくさん来ております。はいさーい。はいたーい。いや、もう時間がね、来てるんだよ、ふくふくさん。ということで、もう放送終了のお時間でございます。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ゆきさんのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。そう、味噌と塩と水が必要と、旦那のお母さんからも言われました。なんで味噌と塩なんだろうって、水はわかるけどと思ったけど。なんでだろう。不思議だな。不思議だにゃ。あとさっき、埼玉のお母さんが。これからまた沖縄市だよ。これからまた沖縄市だよ。私今日何往復してるんだろう、沖縄市。これで行ったら、3回目。3回目だ。ご近所さんになるんですよね。そう。そうなんですよ。ご近所さんになりますよ。もう、陸海空さんが、ちゃんとお酒飲めるようになったら、美味しいとこご紹介します。いやー、でも、あっちらへんでもいいね。本当に招き猫とかカラオケあるし。カラオケもありますし、病院もいろいろ近かったり、うんうんうん、で、いろんな、本当に美味しいお店いっぱいあるので、うーん、歩いていけます。でしょうね。いや、僕本当に歩いていけるお店にしか今行ってないです、あんまり。あー。しかもないんで。うんうんうん。まあ確かにね、歩いていける、まあ歩いていけるからこそなんか、ゆっくりできるっていうのがいいですよね。はい、なんなら、本当に近くに、このお店に通いたいがために引っ越してきた人もいるぐらいで。そうなの？そんな人もいるんだね。へえ。飲み友達なんですけど。ああ。最初の頃は、はるばる来てたのが、うんうん。キャン君、僕もこっち通いたいからさ、引っ越してきたよ。へえ。そんな人いるんだ。でも、わざわざ引っ越してくる人もいますからね。いますいます。そりゃそれでいいとは思うけど。そう、あと1ヶ月切ってるか、引っ越しまで、うん、またいろいろ詰め込まないといけないな。あと治安はいいです。でしょうね。めちゃめちゃでしょうね。そんなに荒れてないんで、うんうんうん、たまに自転車暴走してる子はいるからです。あ、でしょうね。自転車暴走はいるね。あ、お前らダメんねん、この野郎。僕は平気で車で睨みつけるんで避けていきますけど。なんか旦那の陸海空さんもなんか夜回り参加してみたいなとかっていうのを言ってましたよ。ぜひぜひ。元ヤンの陸海空さんが。まあでも今の子たちおとなしいっすよ。まあね、でしょうね。だから僕たちも帰ってねーしか言わないです。なんか変なの持ってないかを一応チェックするようにはしてるんですけど。ああ、あんまり本当にやばい子たちはいないですね。ではでは、もう時間ですね。時間ですね。また来週。バイバーイ。